疲れ様です。悲しみと怒りに潜む誠の声。それ切りゃいいって話だったから惜しかった。過去一うまかったな、うん、ルーン欲しり感じり虫欲しり感じり虫感じって感じって感じってなんぼお、これゲンさんなんだ。ビーチフラッグに勝ちました。なんかめっちゃボタンレースがめっちゃ連打してたのに、すごいはしごの登る音がすごい。ゲンさんすげえ4番手やったのに、僕の視点で4番手でした、一番後ろやったのに四角連打して走ってましたけどまくりました。すげえズル使ったなこれ。マジですごい。実はホストだった先生。いやマジですごかった。裏ホストだ。はい、じゃあここからが本番だ。改めまして頑張りますお願いします。お願いします。頑張るぞ頑張るぞ。ここまでは動画ではカット。エンジンルーム、エンジンルーム、メインホール、エンジンルーム、エアシップ、シャワールーム。どこにも出口のない、そういうの大好きだ。突然日本が戻り込んでした。どこにも居場所のない日々で探し続けていたこんな日。うふふ頑張ろう君と出会えそうな変化。初めてのときめきだよ。死体はどっちか分かんなかったんですけれども、センターさんです。あ、センターさんありがとう。貨物室で、発見、配電盤の近くぐらいで発見して直前にピンクとギリギリすれ違ったのが見えました。あ、僕も、あのレポートなったんですけどどこだろうと探してたらなった感じです。マジ、そういう風に見えました。サントスさん視点は上から下に下ってきた。で、死体自体が私もどこにあるかわからないので、どっちでも取れるかな。そう、ついてるのにも取れるし。最初は貨物室ですか。貨物室やるのは間違いないです。貨物室の真ん中ぐらい、配電盤に近く、下から上に近づ、レポートを連打して、なんかごめんなさい、診察室から、貨物室に入って、エレクトリカルを直すところまで。目指してるところで、真ん中くらいでレポートが光ってなったって感じです。で、レポートが光る1秒前にピンクとすれ違いました。上からくピンクとすれ違いました。じゃあ一応、じゃあチャケポヨさんとサントスさんがクルメイトだった時の世界線のことを考えてみようぜ。そうですね、先端さんの情報を僕持ってて、停電になる前にシャワー室いたのを見てます。で、上の方向に走っていったので僕がタオルタスクをやる時に、で直しに行ってたのかと思ったんですけど、全然治らなかったんで絶対死んでると思って死体確認しに行こうとしたところでレポートって。どこですか。最終はシャワーです。一回メイン、エレクトリカルまで行ってて、エレクトリカルで誰かとすれ違ってます。停電中影が見えました。貨物に死体なのであれば、夏目テラゾは無理です。左側、あ、ちなみに、ね、うん、もう一死体オラフ君も初手脇貨物室で右色の、はい、金庫ぐるぐるのところにゲンさんと一緒に行くのを見ているので、はい、かそれ、じゃあもう夏目先生と寺蔵さんも省いていいんじゃないですか。うん、わ、格白になりましたね。ゲンさんからオラフ君の情報が聞きたいかなっていうのが私、はい、私のオラフさんは金庫に残した状態で、でサントスさんが急の箇所におられたと思います右上、うんうん、でそれを視認しつつ私は、トイレラウンジ方面に行き、チャゲポヨさんがアーカイブ方面から来られるとの視認しています。あ、そうですね、トイレ前の、ね、その時って多分いわゆるゲームがリスタートしてから20秒ぐらいの出来事なんで、まだ切るも何もないと思うんですけど、私それ以降貨物には寄っていません。もう一回押そう。どうも、センターさん。あれ、冷たー
すいません、はい、レポートから話したんですけど、はい、少し前の時系列からお話しさせていただきますね。初手、はい、サントス、オラフ、ゲンが、貨物連れは来ました、はい、金庫のあそこにオラフ君とゲンさんが行きました。ゲンさんおっしゃる通り、私が給油やって、私はその後診察室エレクトリカルメインルームに入った時に、停電が治らないので、もう一回エレクトリカル診察室、貨物施設に入って、チャケポヨさんとすれ違ってレポートなので、診察室エレクトリカルには死体はないという認識です。なので、なので私はオラフ君の死体が貨物室、もしくはラウンジあたりにあるのが一番つじつまが合うかなと思います。じゃあ、サントスさんが僕、エレクトリカルで見た人物だと思います。停電中に誰かがエレクトリカルの中通ったのを見たので、すれ違って影を見たので、それがサントスさんかなって感じ。左から右に行ってたんで。ゲンさんは結局、その貨物置いてった後、どこに？はい、ラウンジで、チャゲポヨさんとクロスしています。でラウンジに行った後にシャワー室に行き、シャワー室でマックスさんがタオルタスクをやっているのを視認したぐらいの段階で停電が始まっています。で、その後私マックスさんと停電中にもかかわらず、シャワー室と、メインかなの方で両方であのマックス確認長って文字が何回も見えたのを記憶しているので、私とマックスさんは多分シャワー室とメインでほぼ近い行動されてたんじゃないかなって思います。はい、そうですね、はい、あの除染とかもほぼご一緒した記憶があるんで、なんでこの2枚は私白で置いていいかなって思いながら聞いてました。え、じゃあもうキルクも含めの白ですか、それは。いわゆるキルクールが上がる30秒以降の行動が私とマックスさんほぼ一緒で、これめっちゃでかくないですか。だってサントスさんが、そう、ちょっと待って、サントスさん下側から行ってて、僕上側から行ってるんですよ、ラウンジから、ラウンジ方向から行こうとしたんですよ、アーカイブの方から。で、それ追い越さないとダメなんで、ゲンさんとマックスさんは、僕とサントスさんをねキルするとしたら、だから、もう4ローラで勝ちじゃないですか。結論、僕さんとサンチャゲポヨさん、ね、さんは白ですね。てか、ゲンさん視点って、ザチキンさん、ゲンさん視点ってさ、ザチキンはほとんど誰にも見られてないんで大丈夫です、釣り対象に入って。あ、サントさんなんですか。ゲンさんの結論でチャゲさんにならない。サントスさんもまあまあありますし、お肉の位置は2つとも貨物付近になっちゃうんで、間に合わないぞ、サントスさんもローラが。まあもちろんなると。あ、ちなみに私は釣られてしまった。お疲れ様です。悲しみと怒りに潜む誠の子。釣り切りゃいいって話だったから、過去一うまかったな。一応ザチキン、ザチキンの行動経路だけ、エンジンでスポーンして、センターさんもエンジンスポーンです。珍しく音程が合ってたな。配信をやった後、コミュニケーションでダウンロードして、キッチンのハンバーガーを作ってセキュリティ下でアップロードした段階で、なってます。はい。で、その間誰も見てないです。夏目先生とかテラゾーさん見てないんですか。夏目テラはほぼ、ちょっと最初、宿舎前通路で、あの操作が見合ってて、見合ってたので、そうです。夏目金庫とかミーティング行って、テラゾーさんとかも宿舎前見合ってたんです。夏目先生、奥まで行けないと思うぐらいだと思います、時間的に。ちなみに、ゲンマックスの二郎は僕から否定します。シャワー室でチラチラ見てるんで。する順番大事だよ、でも。ゲンさんの死体ってどこなんやね、見たから。マックスさんは絶対見ました、正直。あ、メインホールでアルマ君と最後、ね、見てるのを、はい、見てます。ゲンさんの視点ってさ、チャゲさんが仮にクルーだった世界線ってさ、はい、サントスの相方誰になる。そう、それにもちょっと考えてて、アルマさんとかも考えなきゃいけない。ザチキンさんとかアルマさんとか、そこまで行かなきゃダメですね。絶対にゲンさんの視点ってチャゲさんが、インポスターが一番濃く見えると思うんだけども、あんまりその話が積極的に出なかったのが若干違和感かな。そうですか。私はサントスさんとチャゲさんはほぼ同一で考えてましたね。私目線だと、チャゲボーさんはアーカイブから貨物に来られてますし、サントスさんもまあご自身の発言が正しいかもしれないんですけど、キルしたこと以外黙ってて発言したとしても全然不思議じゃないアリバイだし、こういう発言が出なかったから黒いっていうのはあんまりね、黒要素足りえないんだよね。停電入るのと同時ぐらいに先端さんとアルマさんは上にタワー室の下から上に行くのを見ていて、ただその後センターさんって貨物室で死んでるんですよね、そこまで一緒についてった後、アルマくんが弁当入ってシャワー室行ってメインホールに最終来たのはちょっと時間的に厳しいかなと思っているので、アルマくんは無理かなとは思ってます。あ、投票漏れだけないようにあのスプリットしちゃう可能性があるから、なるほど。
私は個人的には聞いてると貨物なのかなって思っちゃうな。うんですよ、ね、貨物か、まあ、ラウンジです。お願いします。あれ？ん？お疲れ様です。お疲れ様です。あれ？チャゲポ、チャゲポさん、これ多分歌う。なんで？チャゲポさん。チャゲポさん。ギラギラ輝いまあ知らないからな。すみません。もののけ姫だったとか、いや申し訳ない。僕座敷さん師匠だと思っちゃったの。なんか夏目先生とほぼほぼ同じ動きし、いやなんか夏目先生と寺蔵さんが場所を出す前に、あそんなに左側の移動経路を全部出して被らないようにしたっていうのが結構奇跡だなって思ったんで。わかんないですよ。エンジンルームから始まって通信武器庫キッチンセキュリティ電気診察貨物と来てまで行けてる。まあありますね。多分現在これで多分先端3キルの容疑者はほぼ全て落ちたと思ってるんですね。どちらかというとオラフ3キルの容疑者として考えて、で私がお見かけしたのが最初の15秒ぐらいオラフさんは金庫におられたということです。これ以降の情報はありません。うん、まあでもいや貨物脇田の二郎は100ないと思うけど、貨物脇だったらもうそもそも夏目寺蔵は脇位置から白を取れるんじゃないでしょうか。夏目さんと、はい、夏目さんと寺蔵さんも疑っていません、うん、はい、でそれで、で、ゲンさんとマックスさんも無理なんじゃないでしょうか。僕から白出してます、はい、そうなんだよね。アルマさんは2人の白出してるから、どっちかっていうと今日は座敷さん釣りたいなって思っちゃうな。うーん、まあピエン、この2人同士の入り組んだところで持ってる可能性もあるからね。すれば終わる気がします。うん、まあ、自分は僕の投票で好きな方に入れてもらうのが一番いいかな。会議スプリットするのが一番あれなんで。お互いに結構慎重派だよね。シャワー室の弁当から貨物に飛べる可能性はある。うん、僕より慎重派だよね。まあ、一瞬の隙をついて、かつ、あの貨物に誰かいることは分かったような動きです、ね。大胆にね、行かないといけないからね、スケルトリー。容疑者の人がスプリットをしちゃうと意味がないので、アルマさんは入れてください。自分が。じゃあ、お願いします。無投票。はい、これだとね、間に合わないんだよね。ボタン数的に。エアシップは。まあ、自動表するわ。ザチキンさんに入れちゃった。うん。ああ。いえ。センタンさんを殺したのは俺だ。サントスさんとナスキンさんか。なるほど。やっぱ、黒要素足りえない要素を出したのが、サントスさん黒要素ね。ナイスポイント。サントスさんじゃないのかーい。そっちじゃないのかーい。チャゲボーさんなのか。逆か。無実でした。サントスさんキルに関してはサントスさんじゃないやセンターさんキルに関しては、あ、そうですね、だから相方の死体の横は走ってるところみたいな感じってことですか。あ、そうそう、なんならザツキンさんがシュパって切ったところを僕が通り過ぎて、サントスさんが下から来て、上がってきて、そうそうそう、あ、これどっちも見られたかなと思ったらチャゲポヨさんしか見てなかったから、そう、いや停電だからチャゲさんで限界でしたね、全然。うーん、なんならチャゲさんですら超ギリだった。チャゲポヨさんは見えてたのか、そういうことか。うん、よし、これはさすがにと思ったら残り2秒で危なーって連弾してたんですけど、白角2ペアは強いそうですね。白角2つ2ペアですね。4人に白が出ちゃうと確かに詰まるな。2ペア、なんかもうつっちゃいつっちゃいって思っちゃった。フルハウスだったね。つっちゃいつっちゃいだけど2番手は私なのか、ちょっとあんな情報出したのに。まあでもそうなるか。でもまあ仕方ないですね。でチャゲポヨさんを釣ったから、そうそうそうだね。まあまあまあ、ロラサキ確かにチャゲさんとやると絶対1落ちんのか。そっかそっかそっか、なるほど、絶対落ちます。まあ違いましたけどね。ザツキンさんの人が、ね、うん、あそこからザツキンさんに飛ぶのなかなか難しかったら、放送だったからいいキリでしたけどね。うん、ホラフ君はどこで死んでたんですか。僕、貨物室の金庫のところです。ああ、じゃあもうそこから動くかなのか。あ、そうです、そうです。なるほど。ミスりまくってたらちょうど。そうです、もう後ろでずーっと構えてました。キレクール待ちながら。